はい、どうも皆さんこんにちは、ワイテルズのキリアンです。入ってないね、音が入ってないです。はい、どうも皆さんこんにちは、ワイテルズのキリアンです。ブルークです。ヒントキスマールです。キントキ画面分割クイズ、ブンブン、いたわ、なんかブンブンハロークイズ、出題者のシャー君です。どうも出題者さん、はい、ということで今回はまあじゃあこの画面ね、見てくださいよ、こちらの、おい、なんか、はい、テレビみたいな、テレビ画面ありますね今から今までの過去の動画のどっかしらの一部分のスクショを抜粋してきて、おー、はい、してきました。それを一部ずつ見せていくので、答えてもらいますっていう企画なんですけど、ここどこでしょうみたいな感じ。あ、まあ、そうだね、ここどこでしょうに近い、企画名が当てられれば正解にします。なるほど。で、対象、まあ、じゃんけんとかで決めてもらうか、じゃあ何でもいいよ、唐突にじゃんけんしてきますか。じゃあ唐突に最初はグー、はい、じゃんけんぽい、あれ強っ、あ、強っ、後出しじゃんスマイル、キントキ、キリアン、ブルクの順番で、はいはい、まず最初にスマイルに好きなめくってほしい番号を言ってもらって、はいはいはい、その番号の部分のその部分だけ見れます。なるほど。はい、でもどうなんだろうね。それをどんどんみんな見れるから、それで分かんなかったら次金と金が2枚目めくる。分かんなかったら金が3枚目めくるって分かるまで。はいはいはい、まあ、じゃあ一番ってフリやん。全然。フリやん。これね、あの、今までのマイクラじゃない、マイクラに限らないわ。今までのワイテルズの動画だから、この部分開けたらいいかなっていうのは考えてもらえるまで。開けた人しか答えられないんでしょ。うん、開けた人しか俺いきなり答えるわけねえじゃん、1個目で。いや、わかんない。まあ、わかんない。一応ね、だからね、キーとなる部分もあるんで、一応。キーとなる部分でも1個では。1個じゃわかんないと思うけど。じゃあ、よさにまだ分かんないね。計算した方がいいんじゃない？ 1 問目。ね、ですからね。どうぞ、好きな番号。1でいいよ、じゃあ。1でいいよ。 1？ 絶対わかんない。ヒントあげない。あ、ヒントあげない作戦か？逆に。めくります。逆にわかる。いいんだ、これでね。次の俺のターンちょうどいい感じになるから、これ。お手つきとかあるこれ。いや、別にないよ。一回しか答えられないけどね。一回に答えない。次の人に回答権回るってだけですよ。あ、そういうこと？あ、回答は？うわ、でも、いや、普通に、ちゃんと、まともな、普通のめくるよかった。もう確定ないから、見ちゃったから。回答ないと。ない。いや、待って。一応する？当たるかもしれないよ。一応するわ。言っとけ。警察に答えろ、お前は。地下で来る人初めて見た。早ないそのなんか言う戦略をやる。まずはなんか警察に行くし。パスで。あーはい、いいザコ。じゃあ、金時。北の番号。真ん中行けよ、真ん中よ。ちゃう警察に。俺は。いけ。じゃあ、11。お、11。行ったね。行きます。おっと全然違うぞ。おい。結構これ真ん中で違う画面出してるだろう。話変わってるよと思ったから。あれ左上なんだこれ。ね、マジでなんだろうね。何したら左上だけこうなってる。違うってことは動画でも拡大してるっていうことだからね。一応あのスクショの中の一部ではなく全体持ってきてるから。確かに。じゃあ左上実はこれ重要なんじゃない？重要かもしれんな。わかんないけど。一応答えとくか。デススワップのやつの2回目。入れ替わりバトロワの。入れ替わりバトロワだ。そう。違います。まあね、では、キリアさん。はい、来ました。てか、これ、回答権の印なんだけど。もうバラバラ適当やもん。いや、でも、やっぱ動画ってことは、まあ、下は字幕があるんだよね。いやー。おおむね。どこのシーンか。浅はかじゃない？それはちょっと。じゃあ、開けろよ。いや。俺は字幕があるにかけて14開けます。お、はい、ちょっと待って。ないよ、多分ない。多分ないね。そんなヒント拡大したらない。はい。うわ、ないなー。ー、まあ、分かったわ。え？なんでこれで分かった？これ分かんの？分かった。でも俺もちょっとそれかなっていうのがあるんだけど、でもいや違うか。じゃあ答えます。はい、あのマイクラスナップで俺が写真撮って金時がなんか前から走ってきてるやつ。正解。やったー。僕もそれ。この辺で食ったら。ああ、いるわ。いるやん。この辺だね。マイクラスナップの、ね、暗いのは編集か。暗いのは編集か。最初で思ったけど。金時のか。
え、すご。わあ、字幕そっちにあるパターンね。拡大してるとね、多分下にないよ。なんか、そういう感じがする。確かにな。ああ、すごいね、これ、そういうことか。左上のさ、1のところのさ、あの、横長、そんな、めっちゃ拡大された土ブロックかと思ったら、ああ、なるほどね。すげえ並んでたんだ。ここ見たい、ここが一番わかりやすいかな。そこの、そこすごいな。7もね。7もわかる。今回は上側にヒントがありましたパターンです。はい、なるほどな。ということで、キリア1問正解と。よっしゃ。ブルークどんまいね。重ねるブルーク。次ブルークから。次ブルーク。いや、不利だけど。要は逆に不利。まあ今回じゃあ。まあ早速2問目いきますよ。はい、じゃあブルーク、フェクトしてとこ。まあ早速、10。真ん中行こう。おー、いいね。10ね。いいとこ、いいとこ。はい。10。あ、お、待って待って、あ、わかった。うわ、あ、なんだっけ、ガチ鬼ごっこでシャア君が空中に逃げたやつ？違います。あ、マジか、ブルーク。よく見てないよね、多分ね。これはおかしいですね。じゃあスマイル。スマイルに映りますね。え？笑っていっていいじゃん。当てに行けよ。行け行け行け。だって俺とキリアも分かってるからね。当てなきゃいけない、うん。分かってるよ、普通に。めくっていいよ。じゃあ、そこ調子する？これでもめくらないって選択肢もあるじゃん。逆に。ねえよ。いや、なめくらずにめくらずに。ない。じゃあめくれよ。七。めくんなかったら。七。こちら。え？あれ？あ、あ、うん？いや、思ったんと違ったわ。どうぞ。ございますよ。はい。重力入れ替わる PVP。 お、正解。じゃあ、あー、そっちね。重力バラバラでメガタイガ言ってないんですよね。最初普通にただのタイガだと思ったから、重力バラバラの一番最初のシーンかと思ったわ。あ、重力バラバラでこんな場所で戦っけ。戦いました。ブルークしてですね。メガタイガ確かに言ってないから、メガタイガが見えればPVP だから。そうなんだよね。はいはい、よしよしよし。これチャットのところ見えても結構有利、ね、あ、マイクラだから一応左下見たら、はい、チャット右下見たら視点13とかね、視点とか、まあ、いろいろ、なるほどね、そういうのもありますね。あ、でも視点っていつもバラバラか、別に。じゃあ次、いや、ブルーク、ちゃんと見ればひっくり返ってるの見えたでしょ。確かはい、論破。どうしようかな。いや、こっち勝とうとしてないから破れてもないなるほど。2回目回ってこないよね、多分ね、これね、多分。来るよ。まあ今までの感じからするとね。物によるかな。まあじゃあ開けてない上とか行くか。じゃあ2で。2。うわ。え？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 感染の誰かがいる。感染か。しかも右にも、サケもいるし。シャー君だね。シャー君だね、これ。なんだこれ。ブルックかな、もう一人は。まあ B っぽいね、なんか。B っぽいよね。2人が感染。だってことは、この人も感染なんだよね。この人も感染してるってことだね。確かに。うん。お、いい推理だね。いい推理だね。スペクテーター同士ですかね。わかった。わかったな。めちゃくちゃなんか。これでわかんの？僕はわかんない。暗い。本当に言ってる？僕は多分わかった。暗いんだよな。だからなんか、わかんねえ。いや、わからんやろ、普通これでは。あったな。当ててあげよっか、代わりに。え、いいよ。俺の番だけど。独り言として言っていいんじゃない？え、でもプライドだから。プライドは勝つよ、僕が当てたら。いい。答えてくれ。それでいいならいい。答えたら、答えましょう。サバイバル人狼。え？で、サバイバル人狼だったよ、金的。言っとけ、言っとけ。絶対違うでしょ。え？え？お前、え？答える？まあ一応じゃあ、いきますか。じゃあ、モグラ鬼ごっこのガラス。違います。まあね。はい、じゃあ、キリアンな。ああ、僕の話聞かなかったやつ。じゃあそれ言えよ。言えよ、お前。いや、でも、ここ、マイクラって16番は大体情報ない。あ、でも、スペクテーターだから手はねえのか。いや、でも、ここ13な気がするな。おっと。ログが出てくる気がします。いきますよ。はい、13。お。おっ、え、なんか、別物じゃない、なんか。なんか、僕も別物だ。ビッケストは。え、普通のサバイバルワールドか。俺、結構昔やってたレルムミニゲーム系かなって思ってたんだけど。ちょっと分かったかもしれない。7か11みたいな。なんだろう。この辺はちょっと気になるね。いやー、違うと思うけど、うろ覚え建築のピラミッド。違います。いやー、僕、いないんだよね。次ブルーク。
じゃあ11番。おもう言ってるね。はい、答え。おはー。おえ？え？あ？え？全然思った。何これ？思ってたマジで。何これ？知らない知らない。え？え？ちょっと待って。やばい、急に情報増えたぞ。出るよねこれ。なんだなんだそうだこれ。でもあこれはあれか？石バラバラでこのワールドなかったよ絶対。ないし感染者になるわけもないし。一人30秒しようかな次から。オッケーオッケー。ブルックここから30秒ね。待って。ブルックさっきの言っときなよ。サバイバルよ。いいよ。ブライド。やろがい。高所ブライド。高所なライブ。やったことないな。やったことないな。はい、入れ替わりバトルは。あ、正解。ああ、思ったそれ。ああ。あ、しかも僕じゃね。ブルック完全にちゃうんかい。結構むずいよこの問題は。ああ、よくわかった。結構むずいよ。そっか、入れ替わりバトルか。全部見ても結構分かりにくいレベルのものではある。そうだ、俺とブルックが一緒に死ぬやつ。そうそうそう、この後にブルックが飛び降りて、金時と一緒に飛び降りて、どっちも負けます。なるほど。ああ、やっぱ合ってたわ。あれあれ合ってたけど。プライド。あったけど。プライド合ってた。プライドない。はい、4問目。次は、止める。俺か。じゃあ、6。6。はい、うわあ、あらむずいね。なんてことないね。なんてことないな。なんてことねえなこれ。あれだな。法廷サボトル。およ。違います。はい。では金時かな。どこにヒントがあるんだろう。とりあえずまあ真ん中上げときます。ちゃう？それかチャットランか。いっちゃう？いっちゃうですか？いやまああんま。いや逆に増やすなぜ。7。ああ。隣ね。見えてるよね。そうちょっと見えてんだよね。あ、ただの十字架。そうね。こいつは分からんな。何これ？こいつは分からんですな。なんか雪山でなんかキャンプしようみたいな。ああ惜しいな。ああ惜しい。さっきそう。まあでも不正解なんでキリアンです。よし。本当に。いやどこにヒントあるかを想定するところなんだよなこれ。なんか逆に右上の4とか見てみる。はい。なさそう。ああゴミ。いやでも悪いし、えでもだよね。いや待てよ、情報量は増えた。いや待てよ、あいやていうかこれよく見たらここにも映ってんな。だとするとこの形でどういう状況だ。はい、あと10秒で。じゃあ重力バラバラ、リッシュバラバラ。違います。うわ違うのか。うわこれは痛いな。じゃあ1周目最後かな。次じゃあ10か11だけど、10。自由かな。わあ、なんだこれ。読み解け。読んでみな。なんでお前が偉そうなんだよ。次俺開けるからだよ。でもこれ、まあ、お二人からのテロップがありますね。多分スマイこの場所にあるってことはスマイル視点ってことでしょ。まあなんかスマイル視点でこの場所。ユーモアなんだ。サイズバラバラ。クラフト違います。うわじゃあスマイル。じゃあ14。おっと見に行きましたね。うわうわあ。はい、足りな。タイタリナ。タイタリナ。タイタリナだな。タイタリナ。タイタリナだね。なにこれ。あーいやこんなんだったっけな。こんなんだったっけな。うん、あやめて。ね、あの一本道。正解。おーいやめてー。一番わかりやすいヒントは多分ここかな。ああ。おおでか。でかそこ。うわ上も。隣の人のやつかなこれ。ボスバーもそうだな。あボスバーか。ボスバーもありました今回は。ボスは見えてた今これ。見てないね今回は。ああなるほどね。絶対足りないよこれも。こんな一本道。足りないでしたね。橋を丸し空中の橋が2本並んでるってのは分かった。キリアンの橋でした。なるほどな。はい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 。今何問何点ぐらい入ってんのみんな。1。あれ金。4問終わってる今。4問終わってるね。あれ俺。あれダメか。ダメですね。ごめん。ごめんですね。次誰か。ここで当てないとダメだよ金からよ。よし9。9。逃げた。逃げ？何の逃げそれ。何の逃げじゃない。いやさっき9。おっ。おっ。うわ。これは待って待って。いやー待って。でもなんだこれ。昔の編集だな絶対。机がねちょっと。いやーこれだけじゃ分かんねえよ。
この机なんだ、あんまり見これいつだ、机ってどういうこと、この机あった、うん、あ、おい気づいてないやついたぞ、そういうこと、あ、そういうこと、おい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 マイクラはいってやってるだけじゃないからね、ありがとう、絡んで、ありがとう、ありがとう、じゃあワルスナイパー違います、はい、よし、あざす、キリアのターン、じゃあでも大体こういうのって手前の真ん中にヒントあるから15、お、はい、お、お、お、胸の文字サムネかな、サムネの文字っぽいな、これはなんかルール説明してるよね多分ね、いやルール説明ではないのか、終わった、え、待って、え、分かったの、分かってるよ、え、分かってんの、分かってる、分かってる、あと10秒で、あーそうじゃん、あ、あれだ、1文字ずつ書いて動画当てるやつ、正解、やったー、それちなみに15番大正解、15番がね、いっちゃんわかる、うわ完璧なところ引いたわ、完璧なところ引いたね、よっしゃ、サムネの文字は E 以外のヒントほとんどないこの動画確かに、ホワイトボード見ればなんとなくわかる、ホワイトボード見ればなんとなくわかるけど、多分サムネの文字が一番わかりやすい、スマイルが左にいるのは何のヒントかな、いやいや、めちゃくちゃヒント、めちゃくちゃヒント、まあまあ実写だなっていう、まあ、立ち位置覚えてるんですか、立ち位置とか覚えてる、覚えてる、覚えてる、はい、よし、はりました、辛いな、積んできます、目で当てるしかないな、はい、6問目、次金時周り運が悪いね、はい、まあ10ですね、10、はい、お、安定卓、あ、お、ね、あー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 今ゲームガンデルタ、あ、問題再生してる、あ、ほん、まあゲームガンデルタね、真のクラフターモード、違います、あ、スマイル、ちょっと待ってよ、真ん中にいる赤い物体はなんだ、14、あ、14、え、もうアーだよ、絶対アーでしょ、これアーだよ、アーだよ、あ、なるほどね、あー、俺はこれを確かめたかったんだ、お前、なるほど、ね、頭よ、お前頭よ、頭いいね、はい、体力限界ねだ、正解、頭良いな、それは頭いいわ、めっちゃ頭いい、正解だね、ここにヒントが詰まってます、よしよしよし、これはうわー、マグマキューブに殺されかけるグループ、はい、なるほどね、禁止で耐えます、死ぬやんこれ死ぬなこれな、生きてんのこの後ダメージ受けすぎたらこれ強っ、足割れが踏んでるこいつだけで、え、まとれ最初じゃん周り悪い周り悪い、周り運あるからね、7問目全部で9問あるんで、あと3問ですね、これはこれ1の来ました、これ 1? お、来たー、1やるヒント1、おお前これいけるぞ、お前、でもこの視点はね、かなり昔なんですよね、あー、なるほど、っていうのが分かったところでどうするんですか？で残りあと2人に半分ぐらいになった。確かに半分になったな。まあじゃあなんとなく。クラナシ三章。違います。うわーもう本当の当て感だね。それすごい。37個あるからさ。どれかいける一緒に。てかさ、これ俺のディスプレイの汚れか、1の右上の方にちょんってあんの。黒いの、僕もある、俺もあるよ、あるよね、え、なんだこれ、何これ、ちょっと何これ、え、これちょ分からんけど、じゃあ逆に対角線の16とか開けてみる、お、対角線の16とか一応何もないとかね、あ、このチャンネルマーク映っちゃうんで関係ないです、ああ、ね、いやそれは分かるよ、見たら全部の動画にあるやつね、白樺の森だね、ただこれじゃあただ金時が白樺の森にいるってだけ、ね、いるだけだもんね、やっぱ中心の4つ開けないと、山岳っぽいところに、あ、中心の4つ開けてもらってなんだろう、開けるんだよ、なんかじゃあ進捗対実績、違います、まあ違うな、古いんやって、古い金だしな、それ起点が違うんやって、この情報量のなさテロップありそうじゃね、テロップあるなら14だけど、ないなら10か11だし、でもテロップだろうな、これ14で14、はい、あるかな、はい、増えてません、情報、さっきのグループやつ、金時結構あるな、じゃあ確かに、まだそばの単じゃないよ、まだ答えてねえよ、グループ答えてねえよ、なんだなんだなんだ、まだチャンスあるから彼に、もう間違ってると思ってるです、なめられてるぞ、なめられてるぞ、なめられてるぞ、許せねえ、許せねえ、当てたい、やば、
この4つのブロック、何もわかんねえな。6個か。これじゃあな。一番適当じゃない適当を行きたい。あの、小屋に入って目標をクリアするあれ、なんだっけ。違います。ギリギリサバイバル。ギリギリね。違います。次は、スマイル。確かに最近やん。クロスフェアが14のところにあるんだよね。ってことはかなり拡大していて。本当だ。おお、さっき言えよ。あと地形的に多分7ら辺にめちゃめちゃ大事なものがあるんじゃないかっていう。拡大したいものがあるという。拡大してるってことは真ん中に何かあんだよ。おブルーが言う。ああ。うわ。どうだった？あれだ。どうだった？わかった。わかった。嘘。わかったわ。なんで？ああこの点の意味もわかったな。え？なんで10秒で。なんでわかるの？え、なんでわかるの？わかった。え？あと15秒で思い出せるか。え、嘘でしょ。え？いやー、これ。点の意味わかんのこれ？わかったわ。あと5秒で答えてください。安心した人助ける人。ってことはこれは何これ？11が大変じゃない？11か？まあ、11、15を開けたいよね。うん、これえ、なんでなんで？そういうことだよな。これ編集だなこれ。15開けときますか？フィルム編集だろこれ。あーそうだよね。何これはマインなしでブルックがあの TNT を置いて壊しちゃってでみそぎで TNT 全部マグマにぶち込む。それだ。一番わかりやすいのはこの辺に観覧気がしてる人もいるっていう。まあやっぱスタック7のヒントが一番良かったかな。あ飛んでる。火薬見えてます。テピアノイズの点か。そうだね。あ、俺そうだ。それは分かってなかったわ。だ16見た時もさ、なんか線入ってて、特になんか樹氷表現とかあんのかなとかも思ったけど、違ったね。これヒント機でしょ、これ編集したの。ああ、そうだね。バカ。バカ。バカ。はいはいはい。人選んだんだけどね、ブルークのシーン多いんだよね。うわ、次俺1番目か。残り2問。あ、1点取れた。やばい、これ答えないと。残り1個目でさ、はい、第8問じゃあ次はキリアンから。やっぱ真ん中の方をぶち開けるか。6。お、攻めたね。攻め、ここでやった。おおまいがこれは机もう無理やん。命乞い。違います。おお。いいところ。これまた切るときいい感じの場所じゃない14の方だけど、どうする？もう一周回しても無理にかける？いや、そんなことないよな、14。好きだね。14好きだ。お、あれ？どっちなんだ？お、お、待ってよ。金と黄、僕、中ね。両も横に2個置いてるやつでしょ？そっから。それ、から考えるのめっちゃ強。果たしてねえよ。あれ、真っ白なのこれ。多分、Java の名前答えるやつ。違います。逆だし、統合版の名前だよ。統合版の名前だと言っても違います。これでもさ、真っ白なのなんなんこれ。昔は白かったんよね。本当に？本当に？そうじゃない？いや、そんなことないか。これは嘘だね。そこになんか映ってんだよ、多分。それさっきも言ってよ、僕に。あ、わかった。わかった。え、マジ？あ、わかった。僕もわかった。めくるけど。僕もわかった。一応、7。わかったわ。分かったね、これ。なんで真っ白なのかなってね。わなんでかなってね、これ。よくかけたクイズ。でかい。ああ、そうなんだよね。そうなんだよ。あ、そういうことですか。そういうことですか。クォーツのやつ。ああ、これクォーツです。机じゃなくてクォーツです。クォーツです。うわ、めっちゃ机に見えたよね。真ん中がダメなパターンね、これ。真ん中がダメなパターンです。そのパターンもあったわ。会場を見ればね。しかも2マスなのはね、5人いるってことなんですよね、これ。あ、そうそうそう。実は。まあ、シャー君か俺がこっち側にいるんだろうなっていうところはあったけど。なるほどね。わからんかったわ。はい。やばい、スマイルめっちゃ正解してんだけど。こういうの得意だね。なんでマジだろうね、マジで。はい。じゃあラスト問題。いやー、ちょっと正解してほしくないな。金の木から多いんだよね、だから。いや、こいつ、隣のやつも正解するからなんだよ。もう一回回ってくることを祈って。いや、無理無理。いや、でも最後、回ったことないです。回す、回す。僕みんな、いや、最後に、結託して、四隅当て、開ければいいんじゃない。結託する。ああ、そうか。俺ら3人ね。え、結託するする。お、中心、それ。うん。うん。
信じる信じる。13、13。13。開けます。おいおいおい。まあ結構情報としてはいいんじゃないですか。まあね。ただ死んだだけだもんな。地面に強く激突と。あ、地面に強く激突か。激突。とりあえず次のカード見ようよ。うん。まあ答えますか、じゃあ。いや、まあ死に方バラバラで。あ、いねえわ。違います。いないわ。いないわ。いない、きれいいない。いないから5人なんだね。いや、いないから5人だ。1、4、16だったらどれがいい？1。じゃあ7で。7？ 無理です。裏切ったね。は？ってことはこれ、俺の視点じゃねえな。そうだね。確かに。まあ、それはそう。いや、わかんないよ。いや、リスポーン直後かもしれない。ん？もしすぐ海に入ったかもしれないよ。出る出る出る。アップデーでなんか集めるやつ、アップデーコレクター。違います。あ、電気つけてなかった。あこのシステムよくない。忘れてんじゃんみんな。忘れてんな。6。全然カード開けない。めちゃくちゃ見て結局スマイルがポイントかっさらうパターンやん。あーもう増えない増えない増えない情報。やばい、これスマイルいかれる。分かった気がするな。分かった、分かった。おい、やめろって。いいですか、じゃあ10。待ってって勝手に誤解にするな、お前。マイクラなしで、僕がこれを快速壊す。正解じゃん。お、正解じゃん。そこか、正解じゃん。もうそれだ、この角度覚えてるよ、もう。え、ぬるっと正解。あー、ぬるっと正解するね。ぬるっと正解したな。あー、あれ奥に生えてる海藻じゃないんだ。そういうことだね。破片か。破片だったね。破片ですね、これは。うわー、じゃあ別に俺もそこに気づけば分かったってことだね。かもね。うわー、なるほど。なんか冷静になったらいけたわ。冷静になったね、めちゃくちゃ。すごい、すんって冷静になった。ね、あ、分かったとかないもんね。何も、なんか、うんって答えた。はい、これで、ね、じゃあ全部、終了ですか。なんで。はい。うわー。ということで、マイルズ、はい、マイルズな、よし、強し、強しだな、まあ、引き運もあるな、これは、どこ最初、でも最初だったけどこの点数だからな、普通に強いな、まあ、確かに、確かに、当てるとさ、自分のとこに来るのもね、ちょうどいい感じになるんで、そうなんだよね、まあ、2-2でいったらな、いい感じになるよね、今後動画見るとき意識しよう、あ、今。右上にヒントあるな。ごめん、僕がスクリーンでした。イエーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、Twitter のフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。